令和六年二月三日、阿蘇草原保全活動センター・草原学習館で、第二回 ICT を活用した小中学生プレゼンコンテスト inSDGs が開催されました。このコンテストは、阿蘇市教育委員会が主催したもので、SDGs の視点に立った課題を見出し、解決方策を考え、ICT を使ってプレゼンすることで、 課題探求能力や表現力を育成しようと昨年から開かれています今年は阿蘇市内の小学5年生から中学2年生までの児童・生徒が応募した427点の中から選ばれた各学年の代表12組がプレゼンを行いましたこのうち中学2年生の最優秀賞に輝いた 野焼き・草止まり体験で阿蘇の自然を守ろうでは、ふるさと納税の返礼品として野焼きや草止まり体験などを提供することで、野焼きの人手不足の解消や草原の維持、持続可能な阿蘇市にすることを目標にしています。コンテストでは、各学年ごとに一組の最優秀賞が選ばれ、また優秀賞にも賞状や参加賞が贈られました。